がとうございます。それでは本日一日安全に取り組んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。
皆さん、怪我なく、一日の競技を終えられました。では早速ですね、総合成績のトップ3人ご紹介してまいりたいと思います。ではですね、オーバーオール成績発表いたします。オーバーオールトップ、タイム58秒84、渋谷としさん。第2位がですね、60.76、清水竹也さん。3位が64.37、松坂井さん。ここでレディースの、トップ3発表します。レディースのトップ、タイム 72.56、 松野真央さん。レディースの2位です。タイムが90秒27、由井博さん。3位が 92.13、 鶴木優子さん。そしてこの、ロングランですけれども、非常に2月でね、寒いとか、雪が降ったりなんてのもありますけれども、次回もですね、この2月にまた、ロングラン開催いたします。2024年、2月25日日曜日、こちら、体育館で再度ロングラン開催いたします。ということでですね、ジャパンティールチャレンジも、今こうして半分間とロングランの各年間2回の開催、なんとか今後も維持していきたいと思っておりますので、どうか皆さんもご参加をよろしくお願いいたします。各地でベンチを運営されている皆様にもですね、このジャパンスティールチャレンジの練習会やポスターのマッチ、また九州スティールとかですね、関西スティールのような形で我々のレギュレーションコースでのイベント開催をやっていただいていることを本当に感謝しております。本当にね、先輩方が作ったこの JST のコースを残していきたいという思いで我々やってます。こうして全国の皆様にも、打っていただいて、仲間が増えて、よりハイレベルの戦いが、この場でやっていけるというところに我々非常に喜びを感じております。どうか皆さんでですね、切磋琢磨して、このシューティングの、スピードシューティング、JST、こういうものが日本にあるんだというところをですね、もっともっと、広めていきたいなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。はい、では私からこれで以上でございます。本当にありがとうございました。